テンペルホーフシェーネベルク区は、ドイツの首都、ベルリン州の行政区である。区コード番号は07であり、人口は約35万人である。2001年の行政改革の一環として、旧テンペルホーフ区と旧シェーネベルク区が合併し成立した。区長は、シェーネベルク庁舎に置かれている。管轄の区裁判所は、シェーネベルク区裁判所及び、 テンペルホーフクロイツベルク区裁判所であり、管轄の税務所は、シェーネベルク税務所及び、テンペルホーフ税務所である。東区は、ベルリン中心市街地の南部に広がり、ブランデンブルク州と接している。区内は、以下の6地区に分かれている。区内の人口分布は、異が大きい。シェーネベルク地区は、人口が、区最大であり、全区の3分の1以上を占める。 フリーデナウ地区は区内で最小であるが、人口密度はベルリン内で最高である。2010年のテンペルホーフシェーネベルク区の人口ピラミッド2020年12月31日時点の人口は35万984人であった。面積は53.09キロ平方メートルであり、人口密度は6611人、軽平方メートルであった。 なお2012年12月31日時点の外国人の割合は15.3%であるが移民の背景を持つ住民の割合は31.6%であった。失業率は2013年4月30日時点で11.0%であった。2012年12月31日時点の住民の平均年齢は44.1歳であった。 2011年の統計年間によれば、以下の通りである。2008年の区内の土地利用現況は、以下の通り。区内の予暇施設は、以下の通り。2016年9月の区議会選挙の結果、議席配分は、以下の通り。スピード15議席、緑の党13議席、CD12 議席、左翼党5議席、FDP4 議席、アフド6議席。 ドイツ連邦議会選挙では、第81選挙区に区分される。2013年ドイツ連邦議会選挙では、ヤンマルコ・ルチャクが当選した。今日の紋章は2003年3月25日ベルリン市参事会が授与したものである。紋章記述、緑の棒によって、銀と金に分けられた盾、株は、緑で中ほどには、丸い長部がある。前には、先が膨らんだ。 赤い十字架と、後ろには、悠然と歩く赤い鹿。縦の上部には、赤く三つの塔が付く城壁感があり、中ほどのものには、ベルリンの紋章が付く。この紋章は、旧シェーネベルククと、旧テンペル報復の紋章を一つの縦に統合した、ものである。前側のテンプル十字は、この地を創設した、テンプル騎士団を示している。後ろ側の赤い鹿は、 シェーネ・ベルク区の紋章を借用している。これは三つ山付けに二匹の赤い鹿が向き合っているものであった。これは美しいイコールシェーネ、山イコールベルクを表していた。この山には狩猟宮殿があったと言われている。城壁間はベルリン全区の紋章に共通である。公園広場トークは以下の姉妹都市協定を締結している。2008年9月23日。 ドイツ連邦政府から多様性の場という称号を授与された。この文献は翻訳元ドイツ語版に記載のものであり、日本語翻訳の際に参照していない。ABC ベルリン州における2020年12月31日時点の登録人口資料ベルリンブランデンブルク統計局。AB、スタチスティッシャーベアリクト、アインウォーネリネンウントアインウォーナー。 イムラントベルリン AM31 ディセンバー2012 a m t ティフュアスタチスティックベルリンブランデンブルグオブジェルフェニ AM19 ジュニ2013アービーツロジグケッツアトラスアービーツロジグキートインベルリンチャリンウントクオータニンデアスタットウントインデンベザーカンインベルリーナーモルゲンポストオブジェルフェニ AM19 ジュニ2013 ABC ャリン フェイヒテン、ベザークセントテンペルホーフ、シェーネベルクアウフベルリン、で、オブジェルフェニエム31、MRZ2014、ホーヘシ君、フォンベルリンベザークスアポンハット、スタートパートナースシャフテンでベザークステンペルホーフ、シェーネベルク、ウェブポータルベルリン、デないのテンペルホーフシェーネベルク区長、ウェブサイト、2014年4月27日閲覧。ありがとうございます。